はい、とりあえず今飯食って、ちょっと加工の合間に新たな土地を見に来ました。これはドバになる土地ですか？そうやね。ちょっと今ダンプ取る。新たにこの土地を、まあ、僕の知り合いの先輩が、まあ、今この辺に住んでなくて空いてる土地があるっていうことで、新たに外交用の土地を、外交のドバやね、あのね、砂を置いたり止め板を置いたり、まあいろいろやれるようにちょっとこれを借りたんですが、ちょっと見ての通り衝撃ですね。おう、ジャングル、ちょっと見ていこうか。でもここいいよね、周りにあまり民家ないしさ。はい。でまあ説明すると、今ドバは、僕の自宅兼ドバ、はい、まあ、それは正直ちっちゃいやんな、はい、あんまり、まあ、自宅の敷地なんで、敷地内に構えておる。で、まあ、そこしかも片枠の道具が多いもんね、はい、ベニヤとかサンギとかで、外交用のね砂も置いとるけど、もう狭くて積みづらいし、で、まあ、変な話ちょっと土がとか柄とかね、現場で出たやつを仮置きすることがうちのドバではできずに、でもう一個はあの堀の方ね、タッタスキングの方の北方の方に、であいつはもう外交用のドバっていう風で借り取って、まあ、ある程度残土も置けるよね、はい、北方のドバは。だけどこっちの、まあ、僕今この三輪って言ってファミリーパークの近く、岐阜のファミリーパークの方なんだけど、はい、まあ、現場が例えば鏡ヶ原とか関とか、やっぱそういう方も多いんですけど、そういう時にやっぱ外交のねものを取りに、今だと、まあ、僕ん家にも道具は置いてあるんやけどね、そういう柄とかちょっと前の日の残土が積んでありますよっていう場合に、うちの家ではドバではあの置いとけへんもんで、だ今ロスが発生してるよ ね、 そうですね、ものすごく。だから北方朝わざわざ行って残土とか下ろして準備して鏡ヶ原へ向かうとかっていう、そういう移動距離のロスがすごく多くって、まあまあまあ元を正せばね、まあ堀工務店と NK カンパニーって言って別々でね会社あって、まあそれはそれぞれのドバっていう風でやっとったけど、まあ、エコスマイルっていう動きになったら、もう本当にみんなでねこう協力して、まあ、どっちがどっちの仕事ってわけでもなく、みんなでこう仕事回しとるもんで、でまあとりあえず危ないな、ここ車が中入ろう、中入ってこで、一応そんな感じでね、こっちの方、僕の家寄りの方でもちょっと今外交用の土地っていうのがすごい欲しくて探しとって、でたまたまちょっといろんな人に連絡したら、これ地名別に出してもいいよね。いいんじゃないですか。まあ、こう相川って言って、相川北なのかな、相川北中学校地域なんですけど、まあ、あんまり民家もなくって、まあ多少重機とかね朝早くから動かしても大丈夫なのかなっていうような場所に、だから堤防からも来やすいよね。そうですね、長野の堤防からシューッと来て降りてって、でまあコマちゃんとか、あのピンク頭の翔くんとかで、こっちの方の家の子が多いもんで、まあこっちでも一個そういう外交の拠点があると、もっとねロスが、まあ、ガソリン代とか細かい話するとそういうとこがすっごい年間でね見るとすごい食うんで、まあそういうところの経費、こう借りるお金よりも多分そういう経費の方が多いからロスがね、でみんなも早、いつもより早起きしないかんとか、で体のケアにもなるし、まあちょっと長いんで中見ましょうか。そうやな、こういう話大事なんだよ、ね、こっちはな経営がかかっとんねん、僕全部切っちゃいますからね話長いと経営かかっとんねん。でまあ借りたけどすごいよねこれ、すごいんですよね。ちょっと野田さん近くに立ってみてください。どこの高さを、草木の高さを、これやばい、こっちもやね、これ、これ見て、これに関してはもうどうやって、でこれをちょっとダイキーが草刈りします、まあ、明日してくれっていう、明日して、これほら、もうあ、ちょっと待ってくださいね、もうこれすごい草だけど、これ綺麗にすると140坪あるらしい。へー、うん、だから結構大きいよ。いやでもこれ草刈り機じゃ切れんレベルの太さと高さと、俺がさ痩せたらさ、ま、あの1ヶ月日曜日毎回ここで作業しろ
それでいいや、それでいいや、もったいないや、もったいないで、そうしよう。今思いついちゃった。俺がもし痩せたら、いやちょっとなんかそしたら割に合わんくなるっすね。いや合うやろ、だってお前あれ2人で2万いくらか。はい、僕の日当っていくらなんすか。え、最低賃金やで7000。七四28、一緒だよ。最低賃金じゃねえやろ。なんかデレガラクタすごくない、やば。え、タイヤとかない。タイヤあるっすね、あそこ。何これ、いやこれはやばい。なんなのこれ、先輩のものなのかな。これ僕の先輩に借りてるんで、綺麗にした後の処分まではもう一回確認取ってください。確かに、うん、これはでもこの奥も全部やるね、ずっと。まず奥が見えへん、これ多分木の後ろぐらいまで全部これ、この土地やもん、ね、このちょっと僕あそこに並んでくるんで、どんくらいすごいか、高さ的に、うんうんうん、わあ。やばい、どんぐらいある、あれ4メートルぐらいある、あるっすよ、あるっすよ。この木もこの辺ももう全部これ、だってこれなんか草ですからね、ゴミが。おい、ちょっと待った、おい、すごいの見つけたぞ、車あるぞ、車。ちょ、車ほかったるぞ。ほんとよ、ええか、あれ。うわ、見えるかな、ね、誰かおらへん、大丈夫、中に誰もいないやろうね。見えんか、あちょっと怖いな、ここ入ってくの。ええや、また草刈りながら、これちょっと車の全部は。いやこれ草で、なんとか。何の車？ハイエース系にでかいよ、あれ。ちょっと見ていきましょう。見れんってこれ。見れるて。無理やて。無理じゃないて。どうやって行くのこの中？俺バッタ苦手なんやて。もう虫苦手、お前もビビる。ビビっとるやね。無理やろ。ちょっと行ってみましょうよ。だって今もう。じゃバッタおったらどうすんの？バッタはおるやろうけど。ほらもう無理やわ。いけるっす、いける。僕もついてくんで早く。無理倒してってください。見てみ、デレデカいって。見えへんすもん。あかんあかん、俺は無理、俺は無理、無理やって。うわ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 。おう。本当や。ハイエース級にでかい。めちゃくちゃでかいよ。すげえ、よう入ってくな。うわ、おう、な、虫がめっちゃ強いな。こういうのも面白いかもしれんね。このお庭に特化した業者はどこまで綺麗にできるのかっていう。あ、いいね。費用を外部にかけずに自分たちだけでどの程度綺麗にできるのかっていう。また DIY とは違う、もうワンランク上の動画ができるかもしれないですね。確かにね。まあだから変な話、俺らね、あの外交だけじゃなくてそういう草刈りの依頼とかも受け取るしね。そうですね。実際便利屋さんじゃないけど寄り添うっていう意味でね、はい、そういうのもやってっとるもんで、まあ得意分野っちゃ得意分野じゃない。そうですね。自分たちでブロック積んで、はい、仕切り作ってってやってくれるもんで、いい広さやろ。ちょっとでも俺衝撃、この間夜 見に来たもんで車あると思わんかったんやけど、まああそこはなんともならんね、多分ね、車なんて。いや、なんとかできるかもしれないじゃないですか。まあ車を生かしてなんかできるかもしれないし。ああ、車でなんか売る、コーヒーでも売る。はい、じゃあまあそんな感じで明日草刈り、はい、お願いします。はい、エディゴ。Thank you.